原子力発電所世界の原子力発電所の一覧世界の商業用発電炉の一覧。稼働中、計画中、廃炉になったものを含む。見出しの開始、終了は運転開始年、運転終了年。世界の商業路カザフスタンには現在、稼働中の原子力発電所はない。ニン認アンダイジ第一第2原子力発電所が計画されたが中止された。 ノルウェーとデンマークには原発がない。主要国の内アイルランドには原発がない。主要国の内ギリシャには原発がない。中央主要国の内ポーランドとオーストリアには稼働していない原子力発電所としてそれぞれジャルノビエツ原子力発電所とツベンテンドルフ原子力発電所ある。ジャルノビエツ発電所は共産主義時代である1982年に 建設が開始されたものの住民の反対運動により建設途上で放棄され、ツベンテンドルフ原子力発電所には研究用原子炉はあるものの発電所としては稼働していない。エストニア、ラトビア、ベラルーシ、クロアチア、セルビア、モルドバなどの諸国には原発がない。フラグはジュラグア原子力発電所を計画するも建造中、よされた。カザフ。 日本の新型原発導入へ18年完成、目指すシノプ島での原子力発電所建設へ、日本も参加ロシア、韓国に続き、ターキー2、ビルドイッツサードニュークリアパワープラント、オンブルガリアンボーダーイタリアの原子力事情と、原子力開発アターミカルーマニアの、原子力発電開発アターミカウクライナの、原子力政策及び計画アターミカ。ありがとうございます。